本日のセミファイナル、ディープメガトン級5分3ラウンドを行います。青コーナー ACC 成功。赤コーナーフリー、元ディープミドル級王者、水野達也。レフリー和田良学。なお、この試合はグラウンド状態での頭部へのキック攻撃が認められたディープ3ラウンドを特別ルールで行われます。さあ、セミファイナル第10試合はディープメガトン級の5分3ラウンドです。水野達也対聖吾の一戦。白いトランクス水野達也、青と白のトランクスが聖吾。この両者の一戦です。水野達也がメガトン級にチャレンジと。そうですね、なんというか、なんですかね、しっかりした体を作りながら体重を上げてきたっていう体してますね、はい、とにかくでかくなるじゃなくて、しっかり筋肉もつけて大きくされたんだなという感じが見ててしますね、はい、右足を前にしております水野達也。まあ、まずリーチ差ですよね、はい、2人になると多分10センチ以上リーチ差あるんじゃないかなと思うんですけど、左足を前にしている聖吾。まあ、このメガトン級チャレンジでミスターメガトンと戦うというところ、いやそうですねすごい組み合わせになりましたよね。いや、これはなんというか、右のモタイロキック水野。聖吾選手だっておいくつですか？46歳という公式記録ですね。ここで、まあ、そうですね、聖吾選手としては分回して当てる、はい、もしくは、まあ、巻き込んで払い腰して、はい、アームロックですとか、そういう流れ、得意の流れですね。おっと、一撃持ってきたやつ、危ない。崩した水野の一撃。いや、危ないですね。一瞬の交錯一撃でした。水野達也、一瞬でしたね。いや、水野達也メガトン級でもいけると、はい、ちょっともう何と言いますか、はい、あんまり大味じゃない、まあ、当然ですけども、しっかりとした技術を持っている方がメガトンに来たということなので、はい、ちょっと一個一個の動きの精度とかシャープさというのが、はい、もう際立った試合になりましたよね。聖吾はお話しあって得意の柔道スタイルというのもなかなか出せずと、ね、懐に潜り込みたかったんですけど、まあ、多分ちょっと思ったよりもリーチの差を感じて、はい、ちょっと踏み込むことができる前に、はい、もう一瞬で打ち抜かれてしまったという試合ですね。いや、まあ、水野もともとそのハードパンチを持っている、はい、定評があるファイターが体重を増やし、そうですね、でしかも、スピードも全然落ちてる感じはしませんでしたので、はい、ちょっと恐ろしい選手だなという、改めてで、ね、でまあ、これからディープメガトンを、はい、まあ、荒らしていくのかわからないですけど、メガトン級の選手はみんな嫌がってるだろうなと思いますね、はい、まあ、先ほど坂井亮もいい動きでという話もありましたけれども、はい、ね、また新たなこのメガトンファイター、はい、ディープで活躍が期待されるファイター誕生ということになります ね、 そうですね、まあ、でも今日も3試合もメガトン組まれてますから、そうでした、メガトン級トーナメント開催も近いんじゃないかと自分は思ってます、ね、いや、果たして誰がベルトを取るのかと、はい、実現したらそれも楽しみですけれども ね、 そうですね、トーナメント表がもう熱苦しそうですね実はさあ、ここはセミファイナルミスターメガトン聖吾を一撃で打ち抜いていった水野達也、見事な勝利ということになりましたが、マイクがありますね。水野達也勝利のマイクです。こんにちは、ヘビー級に転向してきた水野です。自分の年齢も40になって、格闘技人生起承転結の
ケツに入ってるんじゃないかと思います。僕がヘビー級に転向してきた理由はベルト一つです。ディープのメガトンのベルト必ず取るんで応援してください。で、今メジャー団体でも重い階級があんまりフィーチャーされてないんで、僕はじめディープからでかい奴らがもっともっと暴れ回るような試合をこれから見せるんで応援よろしくお願いします。水野選手に盛大な拍手をお願いいたします。メガトン級盛り上げるという宣言もありました。そうですね、改めてすごい体ですね。そうですね。さあここから宣言通りベルトまで届くかどうか、水野達也が1ラウンドで成功を下しています。